皆さんお待たせいたしました、よっしゃー、すごいですよ、よっしゃ、キヨキヨで、喉いてキヨキヨです、はい、こちらでございます、皆様お待たせいたしました、現環境、マジで環境をね、僕地質調査みたいな感じで環境調査しましたよ。で、環境調査した結果、こちらのデッキが最強デッキでございます。もうこちらをね、現環境のキオスパにしていきたいと思います。結構変わりましたでしょ。まあ土台は変わんないです、やっぱり。まあジャイスパトルネードっていうところは変わらず、ここがね、前はガゴガゴだったんですけれども、今ね、迫撃砲デッキがすごい多いんですよ。だから矢の飴を持ってる人がめちゃめちゃ多い。相手が矢の持ってるとガゴも死ぬし、ガゴ群れも死ぬし、ちょっとお辛い感じになっちゃうんで、なのでここをですね、矢の雨では死なないメガガーゴイルにしました。で、そうするとね、ちょっと空攻撃できるのがメガゴしかいないわけですよ。それちょっとお辛いなというところで、空を攻撃でき、なおかつ相手がもしロケット持ってた場合、スパーキー使えない時にジャイメガゴファルチェとかジャイファルチェになれるこのパンチをですね、採用いたしました。よくさ、こうゴブリンギャングをこうスパーキーの上にゴブリンギャングをかぶせてきて、すごい周りにゴブリンがいるっていう状況を作り出してくるんですけど、そういうのもすごい対策できてめちゃめちゃ良いです。でですよ、はい、こちらオーブンになりました。こちらはね、エリクサーポンプだったんですよね。で、エリクサーポンプの強いところは、まあ、前はガゴガゴだったんでファイヤーボール打たせる役で、あとはロケットを打たせる役っていう、ちょっとおとりにも使えるっていうのがね、エリクサーポンプのいいところだったんですけれども、エリクサーポンプ今でもロケットを相手に使わせることはできるんですけれども、ファイヤーボール使わせちゃうとタワーにダメージ入っちゃうじゃないですか。だからちょっとね、おとりにするにはリスクが高いということで、まあオーブンかなと。ここオーブンじゃなくてヒールとか、それこそフリーズとかでもね、結構スパーキーデッキとして面白いんじゃないかなと思うんですけど、フリーズとかヒールとかっていきなりポンって出せないんですよ。とりあえず出すっていう作業ができないカードになっちゃうじゃないですか。なので、とりあえず出せるオーブン採用しました。で、さらにジャイスパオーブンとかで、ジャイスパファイスピの状態作り出すと結構強かったり、結構範囲攻撃も強くて、すごいおすすめのデッキになってるんじゃないかなと思います。で、まあ盾の戦士はやっぱすげえ優秀ですね。エリーババ対策にもなりますし、まあ相手のダークネクロとかにもちょっと囲んであげるだけで処理できるってところで、盾の戦士優秀です。で、やっぱこう空が弱いなっていう印象なんで、ちょっと空が来ると若干相性は悪いですけれども、まあ上手い立ち回り、そこはちょっとスパーキープレイングスキルでね、カバーしていこうかなと思います。で、やっぱ矢の雨はもう欠かせないですね。ゴブリンギャングとか、スケルトン部隊とかね、やっぱこう細かい系。例えばですけど、ジャイスパの上にガーゴールの名座出されたら、もう何も処理できなくて、11コストが簡単に処理されちゃう。噛みすぎ、11コストが簡単に処理されちゃうんで、やっぱ矢の雨すげえ優秀ですね。はい、ということでこちらがですね、もう新キオスパデッキでございます。まあちょっとスパーキーファンの方々もね、たくさんいらっしゃると思うんで、僕デッキ変えるとスパーキー環境もちょっと変わるんじゃないかなと、ちょっと若干思ってるんですけれども、今回こちら新スパーキーデッキで2000できたらなと思います。まあどういう立ち回りの仕方なのかっていうところをちょっとね、メインに見ていただければなと思いますんで、まあちょっとプレイしながらなんで、ちょっと僕もあんま喋れないかもしれないけど、なるべく解説しつつね、いければなと思います。それでは行きたいと思います。あ、ポチンと。よし、行きたいと思います。さあ、これは、最初は勝ちたいな。勝ちたいな。もうノーカットできますからね。よろしくお願いいたします。さあ、まあ、最初はやっぱね、勝ちたいですよ。勝ってドヤ顔したい。まず、1ターン目、これが強いんですよ。トリマオーブンができるんです。トリマオーブン。トリマオーブンがすごい強くて、あー、なるほどね。これは、これは逆サイに釣ります。うひょー、これうひょーっすね。これ圧倒的うひょー、これうひょー、圧倒的うひょー、うん、ドン、よし、うん、ジャイが、でも相手もエリクサーないんじゃない。うわ、ババあんのか。まあこういう時にね、オーブンが強いんですよ。ファイスピがなんだかんだダメージ与えてくれる。いやー、ちょっと今のはね、こちらとしてはキング起動をしたいですね。うわ、マジか。オッケー、これキング起動できればラッキーですね。これキング起動することで、相手のバレルとか、ガゴムネに対してすごい有利に戦いますよね。めっちゃ解説しとるやん、僕。ははは。やべえ、こんだけ解説してるから勝ちたい。よし、ここで、ま、どうでしょうね。ま、一旦オーブンっていうのが、僕のモットーなんで、一旦オーブン。うわ、さっきと同じ展開ですね、これ。これ、さっきと同じ展開にするのは、若干良くないんで、メガゴ出していって、あれ？オッケー。
ッケーオ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 ッケー。やっぱさっき結構華麗に処理されちゃってたんで、さっきと同じパターン作り出すとちょっとスパーキーデッキは辛いです。スパーキーデッキって結構臨機応変に対応できないデッキなんで、まあ、イコール弱い、イコール弱いですからね。さあスパーキー出してよろしく。さあいきます。さあここで相手は何を来るか。ホグ来んの？ホグ来る、ホグ来る。なるほど。これはこっちに釣り出して、うひょー、これうひょーっすね。これはうひょ、これ若干のうひょ。これ無視、もう捨てるしかないな。これ捨てて、捨てて左に全勢力をかけていきたい。なんならよし。でここでファルチェ、あえてロケット持ってないんで、ファルチェ、なんていうんですか、ファルチェスパーキーを重ねると結構リスキーなんですよ。というのはやっぱお気づきと思うんですけど、いきなりね、オッケー、これが強い、さあこれが強い、さあこれが強い、さあこれが強い、オッケー丸でございます。ガゴムレがちょっともったいないけど、そのスパーキーファルチェのところにロケット撃たれたら終わりなんで、じゃあこれはちょっと一旦防衛オーブンから挟んでいきたい。さあここで、なるほど。さあここはちょっと、ちょっと辛い、ちょっと辛い。さあこっち来て、こっち来て、こっち、こっち来なさい、こっち来て、そうそう、偉い、偉い子、偉い子、ありがとう、ありがとう、言ってこ。はは、あおりです。ははは。さあ、ちょ、ここはね、結構いい戦いになっちゃってますね、正直。なるほど。ちょ、こういうのは早めに。うわ、待って、矢の網使うまでもないな。オッケー。ここは、同分で防衛していきます。で、スパーキー出してよろしく。で、相手ね、可動出し来た、可動出し来た。なるほど。オッケー。まあこれは全然オッケー、全然オッケー、全然オッケー、全然オッケーです。オッケーです、オッケーです。で、で、いきなりのね、おっと、相手防衛入ってきましたね。相手防衛入ってきましたが、これは、オッケー。ここ矢の雨で華麗に処理していく。オッケー！さあ、ここからがキヨキヨ選手の強いところですよ。さあ、さあ、ここ、マジでかっこいいところ見せられてよかった。よかった、かっこいいところ見せられて。やっぱ、かっこつけるために生きてるまでありますからね。さあ、さあ、相手ファイボですが、ここはもう一気に奇襲かけていきたい。オッケー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 。さあ先打ち、センキュー、かっこいいでしょー。よし、いやーデビュー戦よかった。まあデビュー戦っていうか、僕はこのデッキをめっちゃ作ってました、マジで。深夜に、うわーちょっとこれマジ迫撃多いな、マジ新しいデッキ組むしかねえわっつって、これを完成するの結構時間かかりましたね。こういろんなの入れてみたんですよ。バルーン入れてみたり、呪文多めで入れてみたり、いろいろ試したんですけど、最終的にこれが結構いい感じで落ち着いたんで、こちら皆さんにね紹介させていただいてるんですけれども、よし、それではもう一戦対戦いきたいと思います。ポチントラ、さあこれ1戦目かっこいいところマジ見せられましたからね、よろしくお願いいたします。さあバムバムさん、相手のキングタワーレベル13でございます。さあ行きたいと思います。さあ行きますよ。まずはトリマオーブン、まあ一旦オーブン戦法、おお、なるほど、一旦オーブン、これも強いですよね。さあさあ、テスラ、テスラ、テスラ、スパーキー一応出してきます。これ結構いい感じで戦えるんじゃないでしょうか。これいい、あ、マジか、マジか、魔人か、マジンガー Z っすね、これは。おーっと、おーっと、そっか。オッケー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 で。これ、オッケー丸、オッケー丸。そう、これが強いんすよ。このね、ジャイ釣りを皆さんにマジでやった方がいいっす。オッケーオッケーオッケー。さあ。ペッカか。ちょっとこれ相性悪いな。ただ、縦線で守る形。縦線で守る形。オッケー丸、センキューベリーマッチ。オッケー丸、センキューベリーマッチ。さあ、そしてトルネードで吸って、コウモリが吸えてない。アウス、アウス、よろしく。オッケー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 。まあでも状況としてはまあいいんじゃないですかね。結構相手のプレッシャー与えられたと思うんですよ、この最初の初手スパーキーでね。でもちょっとエリクサーリードがそんな問えてない説あるんで、まあ一旦オーブン、一旦オーブンよろしく、オーブンよろしく。でうわー、マジか、ここベビドラか、ここベビドラちょっと渋いっすね、ここ渋いっすね。あ、でも結構いい、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 いい。頑張れ。よし、オッケー、オッケー。さあ、相手は、ペッカ来る。おー、ファイボか。おっと、スパーキーにはかかってない。オッケー、オッケー。で、多分、ここペッカ守ってくるんで、やべ、やべ、縦線後。やべ、ジャイアント、シャシャンだ、ジャイアント。ジャイアントの前にスパーキー出るんじゃないよ。出るんじゃないよ。ほんとに。オッケー、オッケー、オッケー。ちょっとこれ、お辛い感じですが、ターゲットは、ターゲット、ちょっとおつらいですね。これちょっとちゃんと守りましょう。ちゃんと守りたいです。ここで多分、何かしらつなげてくると思います。この、うひょー！オッケー、これを、これを、よしよしよし。これを、おいしいおいしいおいしいおいし。
オケスオケスオケスオケマルスオケマルス最上級のオケマルテクノロジーオッケーオケマルからの、一旦ここは攻めすぎません。ここで多分攻めると負けるんで一旦防衛スパーキー入ります。よろしく。よしいいぞ、いい調子いい調子。うわなるほどね。うひょー、うひょーっすね。これはオッケー、これはうひょーからの、よしで、ここ結構今相手にメンタル的にもダメージ与えられると思うんですよね。オッケーで、ここうわーやっぱ辛いっすね。ペッカがお辛い。頼む、ドン。おーいた、残った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 さ。うーんちょっと辛いか、これちょっと若干辛そうではありますね。ただよしよし、一旦ここで防衛。おいファルチェ残るでしょ、ファルチェ残るでしょ。オッケー、スパーキー一丁出してよろしく。オッケー、ファルチェファルチェいってる、ファルチェいってる、ファルチェいってる。900さあ、相手焦って多分ねスパーキーの逆側から来ると思うんですよ、間違いなく。僕だったら逆側から行く。よしで、オーブンでこれ小島場通さないプレッシャー与えて、オッケーオッケー、これ相当プレッシャーでしょ。オッケーオッケーオッケー、で5を多分出してくるん でここでトルネでジャイに吸ってもらって、オッケー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 、でちょっと一旦防衛から入る。オッケー、ファイを打った。さあさあメガゴが入る。オッケーオッケー、よしここでここでここで、あとはあと10秒しかないんで、さああっち行けあっち行けあっち行け。うわー、くそー悔しい悔しい、これうわー悔しい。あと102か。ふぅー、しびれますね、しびれますね。やっぱスパーキーはマジで楽しいから、スパーキー本当にこれマジで皆さんね、ぜひとも、まあ、ウルトラレアがね今スパーキーのみなんで、まあ作りやすくはあるのかなって思う反面、ちょっとスーパーレアがね、まあ、3枚あるんで、ちょっとまあどっちもどっちだなって感じですけども、ぜひともスパーキー面白そうだなって思ってから、ぜひとも皆さん使ってみてください。まだチャンネル登録を済みてない方は、ぜひともこちらの顔のボタンからチャンネル登録していただけますと、生放送だったりとかね最新の動画の通知決定見やすくなるかと思いますので、ぜひとも皆さんチャンネル登録お待ちしております。そしてこちらおすすめ動画2本貼っておきますんで、まだ見てない方ぜひ見てくださいということで、ご視聴ありがとうございました。